エコーフィスク油田は、スタバンゲルから南西3 2 0トル離れた、北海油田の一つ。エコーフィスク油田は1969年に発見され、北海油田の中で最も重要な油田の一つである。生産は1971年に開始され、会場には、この子フィリップスが、石油プラットフォームを建設しており、遅くとも2050年までは、 創業可能である。1969年にエコーフィスク油田を発見したオーシャンバイキング号の模型エコーフィスク油田にはコッド、エキフィスク、ウエストエキフィスク、トア、アルバスクジェル、エルドフィスク、エッバそしてエンブルのコークから構成される。エコーフィスク油田の中心には周辺のボールハール、ホッド、ジダ、ウラ、スタートフィヨルド、 ハイムダル、トマライテンそしてガルファクツといった油田への中継基地となる広大なプラットフォームと輸送ハブからなる建築物が存在し、その建築物は29のプラットフォームから構成されている。エコーフィスク油田で採掘された原油はノルパイプを通して、このコフィリップスが経営するイギリスの停止市での基地へ輸送される。天然ガスはノルパイプを通して、 ドイツのエムデンに輸送される。1980年代半ば、エコーフィスク油田は予想不能の地盤沈下に苦しめられた。地質調査の結果、エコーフィスク油田がある地盤は石灰岩の地盤であることが判明した。石油、天然ガスといった炭化水素が生産され、地盤の下には炭化水素の代わりに水に置き換えられたため、石灰岩が溶け始めたのであった。 地盤沈下は数メートル記録し、フィリップスがプラットフォームの操業をするには困難になった状況に陥った時までに6メートルの地盤沈下になったと推測されている。ノルウェー政府はフィリップスに対し地盤沈下対策を取るよう迫り、またフランスのテクニップに問題解決を命令した。7つのうち5つのプラットフォームが 相互に連結し同時に6メートル、ジャッキで持ち上げられなければならなかった。この解決策によりプラットフォームの鉄製の足が伸ばされた。結果として、これらの足に巨大なフランジが溶接され、5つのプラットフォームは1回の作業で同時に持ち上げられた。すべてのフランジが溶接された後に、プラットフォームは安全になった。 1987年8月17日から4日間にかけ14のナム760回 CNC と連結した108の液圧式喧嘩装置によりこの作業が行われた。プラットフォームを38時間で6メートル持ち上げるためにプラットフォームの高さのずれの許容範囲はプラスマイナス100ミリメートルしかなかったため液圧式喧嘩装置の高さのずれの許容範囲は 相互にプラスマイナス3ミリメートルしかなかった。足にフランジを溶接している間に、これらの液圧式検査装置が問題が一つない、機械として取り付けられた。6メートル持ち上げる前にいた仕掛け、他のプラットフォームと連結していない、宿泊用プラットフォームが持ち上げられた。持ち上げられたプラットフォームの重量は、約4万トンであり、ギネスブックにも記録されている。 1977年4月11日、油性内の安全弁が正しく取り付けられていなかったことから、エコフィスクブラーボプラットフォームで停電が発生し、その結果、推定8万から12万6千バレルの原油流出となった、北海油電史上最大の原油流出事故となった。アメリカ合衆国出身の消防士レッドアデールと、その同僚は、この流出事故に対処した。 ありがとうございます。